高雲屋造庫椿沈山室、栃木県立博物館造理氏達筆集うう、高広角図も本聖華堂文庫美術館、高雲屋、江戸時代後期の文人画家、下付那なすぐん杉渡戸に生まれる。意味名は印、字は縁、後に古縁、通称秋田すく。郷はもやの他に、石屈、貯り、石学梅人氏、ソリンガイ氏、学売祭、万世三宝など。 八木ひずもやは、幼少の頃より、火災の変鱗を示し8歳頃に描いた天神像の半身が残されている。馬方やタバコ職人をする傍ら、18歳で、黒羽繁華院の小泉明に入門。続いて、郷里の未部藩御用絵師平室ゆき公について、書画を学ぶ。その後、下助池鹿沼に移り、池大河や伊布宮に脂宿し、文人画を独学した。 やがて、鹿沼の獣医松本松邸に火災を認められ、その親族である、鈴木もずく、大谷慶久も、山口やずら、柿沼博氏うだの庇護を受ける。支援者に勧められて、仙台に有歴すると、ここでも仙台藩士一条聖堂の庇護を受ける。この他にも、く津の吉沢松堂、佐野の須藤蘭歩、小賀子の北条緑我らが、支援者となっている。 文政6年27歳の時ついに江戸に出ると、カヌマの支援者たちの宴席に当たる菊池阿波宮ヤから、惜しみない援助を得られた。阿波宮ヤとは、豪商佐野屋のことで、文画を好み、書画の大コレクターで、谷文長、立原安寿所、渡辺火山、牧良子、大久保志仏らと、交友し、江戸の文人のパトロンとして聞こえていた。江戸では、画家として評判が高かったが、 木ぐらいが高く、儲けのために描くことがなかったので生活は、貧窮した。淡宮日の計らいで、谷文長の画塾、写山しの門下となり、文長が弟子の萌屋の絵を売り出したという、弟子思いの文長らしい行動だが、それほど画の力量があった。同門の安政運営、愛、沢石子、大竹進む堤らと借屋を、両山白として画業を続けた。 文朝皇帝の一人と目されたが南北豪派と派だが、合わず、山本梅一に、花長画を学び、池大画に傾倒する。さらに中国原民の南州画家である陳、石田やクレチンを深く研究した。南州画の探求のために、北陸や東北など各地を盛んに旅し、古書画の調査や模写を盛んに行っている。特に仙台は三度訪ねている。40歳で、 念願の京阪に向かい、細川林谷や岡田藩校らと交友、その後伊勢、桑名を旅する。天保8年42歳の時、それまで鹿沼に拠点を持って行き来を繰り返したが、江戸に永住を決意する。同門の渡辺火山が晩舎の獄で投獄された時、椿沈山らと共に救出に尽力したという。天保14年4月8日、 江戸両国や玄堀のアトリエ万生参謀で急成。去年48。死因は脳一血か肺病とされる。葬儀は菊池網宮人、と大橋突案が取り仕切り未亡人を助けた。養子の高く高しい西江が後継となった。谷中の天竜院にもやの墓がある。高くもやの画業は年代によって大きく三期に分類できる。ありがとうございます。